僕はだから81年の3・2・1でブレイクとかデビューとかね、はい、ロンマケが出たっていうことで必ず81年の人のように思われてるんだけど、はい、実際は80年に随分なことがみんな行われてて、はい、同時期にみんなこの辺の,辺の周辺の周辺の人たちが随分だったのよみんな。はい、これね全部調べてきたんだけど2月にランナーウェイが出て不思議なピーチパイと80年2月って。はい それで竹内マリアンコーラス入ってるのね LP にでねこれ面白かったよ見てたらね「バック・トゥ・ザ・ストリート」は4月の21日なのよ、はい、そうです佐野くんのデビューアルバム,ルバムはいで5月の一品がねライド・オン・タイムなの山下のああそうですか、ね、ライド・オン・タイムその年でしたって、うん、そうなの調べてたらで杉くんの6・2・1がホールド・オンなのあ,あはいはい でがソングライターでしょ佐野くんがその80年の321にアンジェリーナ出してその前の2月に須藤薫があなただけやュべこの辺出したっうでしょそうすると聖子さんが4月にデビューバック・トゥ・ザ・ストリートが421ライド・オン・タイム五5月1日ミスター・ブラックっていうシャネルズのアルバム五51なんだよでスインくんが621でホールド721でソングライターでしょ あの時代だった。それラッシュですね,そですね、うん。それで80年が過ぎて81年になって、えー、2月に佐野君のアルバムのハードエデト。うん、これ2枚目なる。そうです。2枚目なる。うん、でもその頃はずっと僕は全国ライブしてやって,て,やった,てた。やたて。イワヒットしないパレードで賞をもらったのってあれいつだった？イワ、はい、ヒットしないパレードはね、あの80年の。暮れだよね。くれです。 あの3月4月に僕はあのシングルを出したんでやっぱ80年12月だよ多分そうですねいやヒットしないパレードでアンジェリーナが1位になって <laughs> <ー> <laughs> 僕はね「サラバシベリア鉄道」何本でかかってたんだろう売れてもいないのに、えー、僕も出たんだよ、えー、あそうですね要はヒットしないパレードのなんかホープショーを見たんで、えー、その時にあの佐野君のステージ見たんだはい12月に、うん、ちょ僕のスタジオ見に来て3か月も、はい、そうですね TBS 林芳雄さんがやっていて80年の12月に「いわしとしないバレード」のショーみたいなゴールドディスクその時僕は小瀧さん僕ステージ見てたんですよねそうやっぱりそうだったんだだから80年って結構だからそういう帯同期っていうかそうですねうんことが起きつつ須藤薫で起きつつあってうん それでいろいろあってんで81年に入ってた時にもうハートビートで本当にまだ銀次はいたのえまだいたんだいましただからガラスのジェネレーションとかは銀次がプロデュースという形で銀次っぽいよねガラスのジェネレーションあのオリジナルこうちょっとストーンズみたいなラブな感じだったんだけど「澤部君これはクロうでいこう」って言って「あっだなクルトゥビックスルトゥビあの感じでいこう」っつって「あいいね」って僕も言って じゃあバッククにスクールメイズがたそんなのみたいな <laughs> <laughs> よく分かんなかったんでまあそれで『ガラスのジェネレーション』であのアンジェリーナは全くその世はヒットしないパレードではないですけれども全然ヒットしなくてで『ガラスのジェネレーション』っていうんであの少しこう人に知られるようなのルイド新宿の『ルイド』というライブハウスで毎月ライブやってたんですけどガラスのジェネレーションリリースした次の月から急に満員になって。 僕はシャネルズの客かと思ってたんだよねシャネルズもいっぱい来てたんだよシャネルズもうとにかくルイ・それはもう2月にランナー出てるからも、はい、なるほど集客能力がすごいよええー 僕なんかはそれまではねお客さん立って10人か20人くらいで寂しいもんだったんだけど『ブラソンジェネレーション』シングル出した次の日行ってみるとわーっと人が集まって、うん、あこれシャネンズの客だなと思って <laughs> <laughs> それで間ごめ,んごめんねっつった間行くとみ、うんなキャ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 言ってこれ僕のお客さんだと思ってそれがだから80年末末ですね「ブ、ねねね、ラソンジェネレーション」が10月、えー、だからね。はい この頃ににはでしょ澤田健二に曲書いてるでしょああもうね時間僕分かんないけど GSIRAM いうこの辺なの12月かその辺なのあそうリリースされてんのだから僕のセッション見に来た頃はやってたんじゃないかな彼女はデリケート澤田健二用にそうしたら GSIRAM 多分この『ガラスのジェネレーション』と同じぐらいだったよだからそうそうそうちょうどねだからその彼女はデリケートをやるにあたって 佐野元春、沢田研二なね。ほんで沢田研二さんが突然ここでも出てくるけど、因縁があるわけ。うわだその七十六年にあのあの子にご用心ってのを書いて、沢田研二に。小田さんは歌ったことありますよね。あの子にご用心、まあ自分なるように入れたんだけど、そう研二に書いておこうかな。あの子にご用心なのよ。彼女はデリケートなのよ。ね？あ。 この符号と思ったの、うんうん、これは自分もびっくりした、えーえー、でだからどうしても彼女はデリケートをトライアングル、はい、佐野君と一緒にやる場合は絶対彼女はデリケートをやってもらわなきゃいけないと僕は思ってますそう,そう,なそ,うそうなのよ僕の中では勝手なだけどあの子にご用心なのよな彼女はデリケートはなるほど うまくいったけど、うん、まあ僕にもなんでこうなってんのかっていうのがわかんないところが随分あって <laughs> <laughs> だからあとの2人はもうさらになんかそう麒の中で手下がり状態で思ってるって感じだったと思う、ねうん、やっぱり全体,の全体像はもう大竹さんの頭の中にあるわけでそれで僕はとにかく部分で接してるから。 自分が全体にとってどんな感じなのかっていうのはねなかなかイメージしにくかったんですよね確かにだからだんだんこう編集がされてで大竹さんも曲が上がってきてあのランニングオーダーが決まってきてねその様子っていうのはすごくもう感動的だったよねそれぞれがやっぱりあのスタジオに入ってたからこれがどういうことなんだろうなっていう感じしたよね、うん 確かにね全貌はちょっとね全部のテープは僕のところには来ないから来ないからねそういう意味ではねか勝手なことも結局できてねだから彼女がデリケートの前にんか詩の朗読かなんか入れちゃってるんだよなだよねえっすいわざわざお願いいた僕は実はあのエシックレコードと契約する前はラジオ番組の制作とかしてたから録音するのが好きでなんかね デリケートななな彼女を象徴するようかから始めたいいいんじゃないかと思ってそれであの雰囲気が欲しくて音の雰囲気が欲しくて当時羽田の飛行場行ってねそれでロビーで、うん、あのソニーから出てた電子機を持ってねそれであのロビーのアナウンスをバックに打った詞、うん、の朗読してそれでお滝さんどう思ってて多分採用されないだろうなと思ったんだけど。 いいいじゃないかってことで、ね、<laughs> 好きだもんなって <laughs> ほとんど何体くぐらい自分でパッといと人で <laughs> マイク自分でもっととマイク自分でとってそれであの詩を書いた紙を持ってそれでもう雑踏の中でなんか人がなんから見られないみたいなられならもうやったわけですよ佐野君それってポエトリーリーディングの一番最初じゃない君のそうですよ、ね、の,キャリアの中 一番最初の結局になっ、ね、今にして思えば去年はだから初めてそのスポークマーズだけを集めたあのアルバムを出しましたから思い,思い返してみればねなんやからと <laughs> や大竹さんの場を借りシいや実験の場なんだよね <laughs> だから「トライアンルバン」もそうだったけれどもやっぱり実験の場だよね、えー、他でやらないこととか、うん、そういうようなことを大いにやるべきだっていうふうに思って。 だたんだよね、まあそういう場を提供するっていうことがやっぱり一番だと考えたけど、うん、そんなことでやってそしたらスポークのワーズでね、えー、の朗読ですよ、突然そうなんですそれだけど、うん、な何年後かして僕ね大竹さんにね実際とメールしてるんですね「今度『あのナイナイトライブ』練習する時はあの詩の朗読からね始まるのはどうも自分では納得いかないから <laughs> あれをカットして、あのー、始めてください」っ、ね、て陳情したことがある。あ 昔 <laughs> は覚えてないいや、そうだったっけ出発間際にベシャリアンの彼女は東京に残した恋人のことを思うわけだその空港ロービーのサンドイッチさんでも彼女はデリケートな女だからコーヒーミルの遊戯のせいでサンフランシスコに行くのをやめるかもしれないねそれとデリケートでもう一つお話ですか、うん、最初僕はフェードアウトだったんですよ彼女はデリケートーデリケートやけどそれもうフェードアウトで行けばいいだろうと思って行ってで大竹さんに持って行ったらば ロックールはだもうその一言ででもフェードアウトで作ってるしカットアウトの演奏はないわけですよ後で入れたんだっけあそうなんだこれは僕は新人のテイクアスタジオだったんだけど大竹さんが「ロックンロールはカットアウトじゃなきゃダメ」「フェードアウトは許されない」でもないんですよ閉める音が閉める音がそしてそこにねギターアンプが1台あってで 銀次がいてそれで太田さんが「銀次行け!」って言ってえ「何すんですか?」って言って「ジョエイジャジャジョエイジャジャジャン!」締めのリズムカッティングを「<laughs> ダビングだ」あれ銀次さん弾いてんだ銀次さん弾いてんだはすっかかせてよそれで「<laughs> ジ,ャジャジャジャ,ジャ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 んャン!」ったカットとして <laughs> で太、まあ、田さんも「はいじゃあそれ銀次さでもう一回はいもう一回」って3回ぐらいお話のダビングして厚みを出して<ー>それでフェードアウト引っかかるその。

その後の僕の、あの思想に大きな影響はありました、ね。<笑><笑>いや、そうだよね。あの、あそこで、かッと止まらないと、次への流れは出ないと、僕がね。うん、そうですね。そういうような、最初から夢の曲目っていうふうにも、決めてて。うん、沢田賢治に、あの子はご用心、あの子にご用心を書いた時から。まあ、その、悩むな、トライアングルのボリュームツは、彼女はデリケートで始まるように、できてたんだなという、その、運命論者だから。うんうん 僕と佐野くんもかなり実は古いんですよね,ねアルメーカーのコンテストでねそうコンテストであのね何年もあ佐野くんは18ぐらい17か18ぐらいで、うん、ーマリアンドレッドストライプより前もう全然アマチュア僕もアマチュアで佐野くんもまだアマチュアでそのアアマチュアコンテストだったんですようん、うん、でそのコンテストの中で佐野くんの曲がすごく良かったんで僕は話しかけたんですよ、うんうん それがバイバイーボーイだったんですあそうなんだはいはいそれで70年で中盤の話あそうなんだ僕はまだ高校3年か大学1年ぐらい山ヤマハのイストレストじゃなくてじゃなくて違うのそれでその時僕が組んでたバンドは竹内まりやと一緒に組んでたバンドで慶 o のえん。でまさか山下君の神さんになるなんて思ってない思ってもいないよねだからその時には佐野子は一人でやってたの僕はバンド持ってましたあそうなんだ それで、まあ、サージュのペーパーズの真似事みたいなことをやっていて、うん、でその,中のレパートリーの一つがバイバイスイスで、ああそ,それがコンテストにノミネートされたんだよね。だから,はじだから、えー、有名な曲だったんだ、前々から。えーっと、よく知られてた、バイバイスイスイストライアングルは初めてのレコード家だったんだろうか。レコード家をめド歌初めて。レコード初めて。ただ、ライブでは、どういうことか、もう7年か、8年ぐらい前の曲なんだだから僕にとってみて、本当に、もう本当に意味があるんですよ。ね 週末のさ、はい、初めて知ったよ「はい、求人広告片手に」っていう意味だっていうの、はい、最初なんか <laughs> なんか言ってるなっていう感じなんだよ「<laughs> 求人広告片手に」っていう、えー、と日本の歌って初めてでしにあの当時そういう 歌になりそうもないことをあの佐野君はねうんあの速くメロディーに乗せて<ー><に>共同墓地とか入れてたからね情けないしましたけどそうだよねあのこれよく言われましたけどでも、うん、求人広告っていう単語もあんまりポップスの中に出てなかったと思うない,ないねあれ初めて うん、生活という薄呪もそうだったしねなんかその頃そういうの多かったなあ、うんあのー「これが男の生きる道で植木仁志で福神漬けが初めて出てきてるけどね <laughs> なかなか福神漬けは会話にならないなと思ってたけど <laughs> 求人広告もまずで今回だからトライアングル割合ボーカルオンにしたんで、はい、とはっきり聞こえたね、はい、僕ねなんかなんか片手にって言ってるけど、はい、よく分かんなかったんで、はい、<laughs> 特にあの週末恋人たちはね、うん、ソフトの歌に過ぎちゃって、うん あのバ,ックバックトラックににじみすぎちゃってねぼや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 してだからフックに来て初めて「シャーン!」で「ああ」っていう感じなんだけどそのままなんかぼやぼやしてる印象っていうのがあるんですよね,よね。デモテープ聞いたらデモテープはもっとグっと、うん、あのはっきり歌ってたよね。とにかくねツアーのツアーの日々だったんですよ。でも声が下手っててそれであの週末の恋人たちのレコーディングの時ももう喉がね、うん、もうかなり。 歌っていて、だから少しファルセット気味の裏声で歌うしかもうな,なくて、でももう締め切りもあるからって言って、さんざん苦心してあげくあのあのスタイルになったのね。あのあの鼻歌系が僕は、ね、そうなんだよね。今にして思うと、うん、今にして思うと、うん、てあの流れ全体の流れからいくと。うん 大事なねえ完璧な鼻歌ってあれだけだからさ彼女はデリケートみたいにバッていったのとああいうのとあるんでその音春の音そうそうそう結構膨らみが出てね鼻が出たあるほどそれは偶然です本当は彼女はデリケートみたいに力強くねそうなデモテープは結構ね結構力強いででも驚いたデモテープ聞いて驚いたあれはね、あのー、聞いてもらえば分かるんだけども僕の中のモーターなんでね、うん、だから前回 でも毎回に聞こえないんだよねジャズアレンジになってるから、はいうん、最初言ってたね毎回のような曲を作りたいって言ってでも例えば割合そういうタイプなんだけど、ね、レコーディングになったらもうまるで違ってたから、はい、もう花唄佐野元春の花唄っていうので、うん、一つのジャンルがね、はい、確実されたんだよね。はい <music> で、あの女スペシャルデーじゃなくて、シングルの b 面 b 面です。あれもあのそう。あの路線です。あの路線であれはね。マスターがほとんど使われてなかったから一番言おうとしてんのよ。あそうなんですか。他はほらあのこられてるから自生体が落ちてるわけ。テープのうん。あれ、シングルの b 面だからほとんど回されてなかったでしょ。すごい言おうとしてるんですよ。あー、千葉そこい人たちのアプローチがなかったら。 オンスペシャルでのあのちょっとウィスパー気味の歌い方というのはうん、うん、多分トライしてなかったと思うんですよねだから本当幅出てるよねうん、うん、そう思ったオ「オンスペシャルデイ 一つこのストーリーの中やっり須藤薫さんっていうそうなの、ね、結構キーポイントなの,この、ええ、彼女それで鈴木君は後に須藤さんとデュエットアルバムを出したんだけれども、はい、僕今思い出したんだけどあの須藤さんがあのモノラルのカセットテープレコーダーを持って、うん、僕のところに来て一緒に曲を 作る瞬初めて聞いた新実、ね、聞いてみたから分かったよ一緒に曲を作るっていうあのー、あったんですそのきっかけがでそうさんがそのカセットテープレコーダー持ってきてでね彼女置いていっちゃったのそれそれそれで僕は十数年そのカセットテープレコーダーで僕自分いろんな曲作った <laughs> いいことしましたねそういうことを彼女にね言わなきゃいけないと思って彼女忘れてると思うんだけどすっかり忘れてても須藤薫のカセットテープなんだそうそっから曲が生まれたんですかそのカセットテープで僕はデモテープを作ってたん作っああそう出現はしなかったんだけれどもあの数曲トライはしてるんだよね書いてるとじゃあ1枚目のアルバムでひょっとするとかもしれないね 須藤かおるの前に竹内マリアがいて彼女がアルバムで出てる時に曲提供してるでしょスギ君がね「ホールドオン。それのちの最初のシングルっていうかそのシングルになったんだよね自分の自分演奏ねだからその時に初めて山下君と会ってあそうなの1枚目のアルバム 2目のアルババムユニーシティストリートリ、ね、そ,その2枚目のアルバムでコーラス行ったらちょうど前の前の人と一緒にた多分吉田美奈子さんたちとコーラスをやってて次に僕がアレンジしてたコーラスをやるっていう時にディレクターの人が「手伝ってやんねん」多分あの僕なんか勝ち出しだったから「達郎手伝ってやればこいつらピッチ悪いし」っていう感じで手伝わしてくれて2人でやったんだけどちょっとイメージ違うから「僕もうちょっとビートズっぽくやりたいんだよね」って言ったら。 達六がいや僕らは僕らの音楽しかできないんだよ <laughs> 嫌な感じとか思って「いやビートとかがやりたい!」とか言ってねなんか嫌なムードが流れてねそでその後に、あとに兄貴分だったから相談してきた時「<laughs> あいつとだけはやめろ」って言っちゃったのよっいまだに達郎君に言われるんだけど「<laughs> あいつとだけはやめろ」っつったんだってとかね。<laughs> ガールフレンドがまさにでもあれ杉正道じゃないと出てこないよねあのライン。あのギャラハンライルすみませんね <laughs> あの曲はだからマリアのデビューアルバムにあの書いた曲なんですけどで詩は女性の詩だったんで、うん、あの歌い直したいっていうんであの松山拓さんだったと思うんですけども、うん、で了解を得てで僕が書き直した、うん、えあれアルバム入ってんの 最初のアルバムに入ってんだはいファーストアルバムに違うタイトルで初めて知った新事実なんですあっそうなんだ「目覚め」っていうのがビギニングのそうなんですこの「目覚め」っていうのはこれアルフランドなそうなんですあら初めて知った新事実1978年11月25日に出たビギニングはい同時期に出てるのがね「イエロー・マジック・オーケストラ」の1枚目と「レッツ・オン・ダーどうこの差 この2つは売れたけどさ「レッツ・オン・ダ・ケン」とこの「イエロー・マジック・オーケストラ」の差がすごいね <laughs> 78年11月25日片方終わってるけど片方始まってるもんなあそうか佐野君の「バイバイ・シー・ボーイ」って言うと僕の,その目覚め変わるあの、うん、ガール・フレンドってたらやっぱりそういう一体でなんかこう対比があったん、ね、あるね、うん、あるね初めて知った新事実,真実、うん に誰も作うない路線でしょ、うん、君たちだけだよそうですよねそうでしょたい、うん、だからカ河原が僕の家に来てギャラハンライルの「ウェナムデ団子」日本タイトル「し」考えろよな日本タイトルなあでも持ってたんだんなんでこんなおっさんこんなもん持ってんだ <laughs> 「キャラハラエルはうるさいよ俺も」とか言ってたね <laughs>、うんだけどさあれがあったのですごいなんかバラエティー論が増えてるって感じでもそれがね実はね裏竹内まりやだったとはねそうなんですよね伊藤銀次もいるしトリアングルボリュームつ2って裏にやっぱボリューム e 1がいたのかこれ。<laughs> 好きな子どれが一番得意技得意技を1個持っとくとやっぱり違うなと思ったんですよでそれはまだ、まあ、得意技と言えるかどうか分かんないでもなかったわけですよでそのトライアングルやってあもしかしたらこれが得意技の原型まだ今完全につかめてるわけじゃないんですけどもあの原型かなっていうものをあのなんとなくつかんだのがこの。 僕にとっってはだったんですやっぱり「はあのやっぱは一つの金字塔だと思うし、はい、あの「ガールフレンドのあのラインはやっぱりほかに書く人がいない <laughs> っていうのは非常に大きいし、えー、まあ「ノーバに関して言えばほんとにそのビートルズっぽいっていうのが、うん、今更っていう時代だったから出し,してたスタッフだったんだけどあれを。 思ってきてやったおかげで、うん、後で聞くとあの,あの「ノーバディを聞いて好きになりました」って若い人が本当に多かったっいお,いおいおいそのあ取り越し苦労だったんじゃん」っていうまあ爆笑の太田が「ノーバディがいい」って言ってたなそうですか、うん、爆笑の田中佐野くんの熱狂的なファンなんだけどね<笑><笑>太田がねトライアングルかなんか話した時に「うん、ノーバディがいいんだよ」って太田の方言ってたよそそうですううん、すなんかそういう あのすっきりした感じをさせてもらったの、うん、で時々やっぱりそう分かんなくなる時にああいうのを聞くと「あす、ね、南十字星です分かるような気がします。うんうんうん あのこの間覚えてるのは「あの夢見るなじさ」をシングルカットにしたじゃないですかで「どうしてシングルカットにしたんですか?」って誰かのインタビューに太田さんは当時僕のマネージャーだったら「谷村さんが嬉しそうだったからこれにしました」って言ったんですよ。<laughs> だからまあ「夢見るなぎさ」はもう本当にね「夢見るなぎさ」聞くと「すけがい出すな。<laughs> あね、なんで「すけがお」だったの なん僕がそのソニーに行った時のディレクターの須藤さんがまあ浜田省吾さんとかや省吾君やってた関係かなと思ったあそうなんだでこの人は昔「ナイアガラ」でもって聞いて何と思ってでま仕事したんですあエンジニアでのつながりっていうのもあってね僕の場合は吉野金次さん金次さんナイアガラに出した 曲は全部吉野錦司さんそう、錦司は嫌がってて俺るのか見たら勝ち <laughs> 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 町ローマンと僕のファースト、ベルトのファーストあれみんな金、えー、金吉野錦司さんなんだけども、ねえー、僕のファーストの時に いろいろやったからねどうも嫌われちゃってね <laughs> あんまりうるさく言ったからね <laughs> だからまた佐野君がさ彼女はデリケートでまた連れてきたから <laughs> またこいつと仕事すんのかよって内心は思ってたと思うな一応対談なんかではねにこやかに話してくれたけどね <laughs> はい、はい、そういうなんかその時のなんかあの嫌な思い出が読みがえるんだろうな顔見と。<laughs> いやでもね、あのそのそ日本のそのレコーディング、エンジニア視点で見てのね、ええ、ナイガラートラインブルっていうのはあの意味があるというのは一方で吉田保さん,ん、ね、そうですよね一方ではその吉野錦司さんが一枚のアルバムの中で吉野錦司と吉田保が一枚のアルバムっもう全部ないでしょ、ええ、もう方向性としては正反対みたいな水たぶらだからで、ええうん、それをだから間にスケガーを入れることによってね<ー> <laughs> このこ頃からミスタートライアングルって言ってたんですよ、僕は言ってましたよ。それもあるからと思って、助川だったから、ス助アってね、ラジオで今更説明することもないんだけれども、僕がナイアガラムをレコーディングするときに、レンタルで機材入れてたんですよ、当時、16社がないから。で、SCI っていう会社からレンタルしてたそこのバイトだったスケ助アって。で、機械運びしてたの、普通に。 それで「ふっさー」とかいうコーラスの時「まあ、暇そうだから」って「手どなれ」とか言ってね「ふっさー」とか言ってんだよそんな入っ,たっててでなんかねだからクレジットしなきゃなーと思ってね「介川賢者本名」じゃねえ面白いこと何とないからねまあとりあえず「GH」って書いてやったんだけどまあそれが彼の非常にあの運命を左右することになるとかねもう夢にも思わなかったんだけどな <laughs> <laughs> まあ、吉野金さんがいて最初に出てきてトライアングルの場合はね音が、ええ、でスケーンが出てきてえ田本さんになるっていうような、はい、これ結構ねこれはエンジニアトライアングルとしても面白いなと思ったんですよ。 最初入れないっってことにしたんだっけいやどうしたのかなと思ういや多分「あのガ l f r i e がマイナーだったからうん、うん、マイナーの曲2曲はどうかなとなるほど。もうアルバム1枚でマイナーの曲1曲ぐらいなんですよどうしてもマイナーで作ってのものメジャーに終わっちゃうっていう自分の性格もあるんですけど <laughs> <laughs> 暗いのに手しきれない、ね、手しきれなんですうん、うん、だから途中からメジャー転調っていうかあるから、はい、ねキャッチャーウェイというか 「Don’tStop」の、えー、ミュージック、うん、そうそう,そうあのラインが欲しかったんだよね、うん、僕も、うん、でいくつかあったうち小田さんが「これが水っぽいからいいんじゃない?」って言ってくださったおかげで入ったというか、うん、入ったんだよね、うん、そうそうそうあの今から思うとね空、うん、飛ぶクジラの流れはやっぱり組んでるのかなと。 今から思う確かにねあポール・マカートニーのマイナーってああいうのやるの勇気いったんだよ好きですよねあの曲確かにね言われてみりゃねあ、そうかもしれないな来るべきしてきたのかなああ、そうかそれで俺が選んだのかもしれないねまたね初めて真実はっかりだね 近くに僕は、ひとりぽつと佇み。有名な、その、えっ、ー、とね、新宿ロフトのジャパコンライブウィークっていうのは、七月二十四日なんだよ。八十二年ですか。八一年。一年。うん、ああ、覚えてる。覚えてる、あの。 佐野君が初日出て2日目が浜田金吾君、うん、クラくんで僕が4日目、うん、で4日目にじゃあみんなで最後何かやろうっていう、はい、で佐野君も来ててそこに太田氏さんが僕は歌歌最後にね何か、うん、ビートルズの「ディスボーイかか」かたそれはね僕は聴いてたと思うんだけどやったよ歌った, <laughs> 歌った歌った <laughs> ステージの上いたあ,あ <laughs> じゃあ全員揃って「ディスボーイ」を歌っていたのを大竹さんが客席で聴いていたのです、うん、そうだとその時に「そのディスボーイ」をやる前に大、うん、田さんがこのことを発表しちゃったっていうかねのディスボーイの前なのもう前なんですだから、えー、下でねスインクが歌ってる時に佐野君と二人で下の喫茶店でね、うんうん、やろうかなって 何にも聞かされてないから太田さんが来てるからって言うんで太田さんぜひステージ上がってくれって言ったら「<ー>ならトライアングル2をやるんだけど君どう?」って言われちゃったんで<ー>それはまあ身に余る光栄ですよ急にこんなところでっていうびっくりしましたえっ,って,えって鳩が豆鉄っぽくらってましたくん <laughs> <laughs> ンはね もうえどうしたらいいんだどうしたらいいんだ、はい、みたいなドギマギドギマてで,はい、はい、でみんな「おーやれ!」とか言って「やります!」なんて言っちゃってるね <laughs> でねそれのね前が僕はねあのし静岡の住屋の DJ パーティーってのを行ってるんですけど、うん、それが4月の21なんですよ3日前、はいはい、この日静岡の住屋に行く時にあの朝起きた時に3人でやろうって決めたああ だからね3日後に発表してる、うん、その前まではね確実には持ってなかったんだよ、うん、この日にふっとねやっぱりこう命令が下ったんだね<ー>でやろうと思った時に調べたらうん、うん、ロフトの最終日の時にスギンくんがやってて、うん、佐野くんも出る予定っていう、うん、あこれはな、うん、あその3日前に思いつかせてくれたのかっていう感じ、うん、仕組まれてますね、うん、今から20年やっぱ、ね その今ずっとねその81年2年の,、うん、2> あのいろいろな起こった出来事を聞いてみてその「ナイト・ライガー・ボルーム」って言ったのがあ,のある種あの偶然ではなくね、うん、あの運命的な必然で出てきたんだなということを改めてあの知ったんだけれども僕はね日本ではすごくまれなハプニングだと思ってるんですこの「ナイ、ねうん、当にト・ライガー」ってね。正当なんだけど すごく異質なんだよね、うん、異質なんだけどすごく正当なんだよね,よねこのパラドックスの中にあるねながらトランポルムというと今でも僕はね、うん、奇跡ですね、うん、もう今日こうやって話してみて大田さんから実は3日前に、うん、まあその3日前っていうのは大田さんの平井信のところに落ちたと思うんですよね <laughs> 誰,誰にも言ってないからねだからカンピン個人のことはなんだけど 誰かに雷が落ちててそれが誰に雷落ちてるかっていうのを捕まえる能力が一つのプロデュースなのかなってちょっと思ったりなんかあのー、いいことを思うとね人に伝えたくなる性分なんだよ。あ <laughs>